は高橋です。今日は以前僕が出したマカロニ鉛筆のヤングアダルトの弾き方に関してブリッジミュートのところでご質問をいただきましたので、そちらに答えていきたいと思います。で、今回はですね、ブリッジミュートの部分で×、普通に弾いてるところで丸を、下に振っていくので、それを見ながらどのタイミングでブリッジミュート入ってるのかっていうのを掴んでいただければ嬉しいなと思います。こんな感じです。丸バツバツ丸バツバツ丸バツ丸バツバツ丸バツバツ丸バツみたいな感じですね。それでは行ってみよう。ということで、このような形でやらせていただきました。コード進行とかコードの押さえ方に関しては、最初の僕のヤングアダルトの解説動画を見ていただくか、U フレットというコードのサイトを閲覧していただいて、コードの押さえ方については割愛させてもらっております。1番の最初の A メロの部分をやったんですが、ここまでやれば A メロのブリッジミュートの部分に関してはほぼほぼ同じことの繰り返しですので、ここまでしっかり覚えていただければと思います。それでは、また何かご質問ありましたら、コメント欄の方でよろしくお願いします。高橋でした。またお会いしましょう。バイバイ。